アメリカ軍普天間基地の移設方法などを争点にした沖縄県知事選挙は昨日投開票され、現職の中今博一さんが再選を果たしました。万歳！万歳！沖縄県知事選挙は開票の結果、現職の中今博一さんが前の宜野湾市長の伊賀陽一さんを破り再選を果たしました。今回の選挙には政権与党の民主党は独自候補を立てず、事実上の一騎打ちとなった中今さんと伊賀さんは共に普天間基地の移設先を名護市辺野古とする日米合意に反対する立場で選挙戦を戦いました。この結果、投票率は 60.88% となり、1972年の第1回の知事選挙以来2番目に低い数字となりました。何も米軍は沖縄のためだけにいるわけじゃないですから、日本全体のためだから、日本全国で普天間の移設について解決を見出してもらいたいと。去年の総選挙での政権交代後、普天間基地の県内移設を容認する立場を転換した中今さんが、今後政府に対し県外移設を訴える方針です。一方、福山官房副長官は5月の日米合意を踏まえ、沖縄の負担軽減に全力を挙げながら中今知事に理解を求めていきたいとして、辺野古への普天間基地移設を進めていく考えを示しました。また民主党幹部も政府と沖縄との協議会を通じて理解を求めたいとしていますが、中今知事は県内移設に反対の姿勢を打ち出していて、政府との協議が進展するめどは全く立っていません。